はい、フォートナイト下手くそおじさん46歳です。今日は新劇メンバーとフォートナイトやっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。お願いします。今日はですね、僕以外の6人で順位決めたいなと思って、はい、1対1で戦ってもらう。まず最初ね、はい、でその次また1対1で戦ってもらって、1対1で戦ってもらって3人勝ったもんが次3人部屋で戦ってもらって、このとりあえず現時点2020年の9月現在、この6人はどの順位なのかちょっと決めたいと思います。ワイダワイといきなり当たって負けたないなというか、まあ、誰と戦いたいとかあんの？それでいこうか。おまきは、ね、誰と戦いたい？1回戦1回戦じゃあマテアスでおいおいおいワイダワイは僕はあの先ほどちょっとスッチーさんに言われたんで、スッチーさんと戦いたいんで。なめられてる。ほんなら愛ちゃんと諸見でええか。はい、じゃあまずは愛ちゃん諸見にしようか。はいはい。他のメンバーをオーソリティの一番上に降りて、そこから落下死してください。はい、お願いします。はい、お願いします。うわ、お願いします。まあでも実質今のところ一番うまいは諸見里っぽいから、愛ちゃんちょっとアウェーやけどな。4位確定になりやすいというかさ。はい、なあ、さっき諸さんとデュオでやって、うん、諸さんのおかげでビクロイ取れたんですよ。すごい。まさか その後に戦うことになるとは。ほんまやな。なあ、みんなすぐ敵になるとは。はい、厳しい。はい、ここから落ちていきます。はい、上から落ちて。はい、スジコ削らんでえで、すぐ死んでほしいね。スジさんが僕はつるはしで攻撃してくるんですよ。そうなんや。あ、それの方が早かったかな。アイちゃん頑張れ頑張れ。お前ら、諸見里負けたらおもろなるな。うわぁ、怖いやん、これだいぶプレッシャーでしょね。頑張れ、頑張れ、二人とも怖いよ。愛ちゃん、頑張れ。叩き潰せ。斧でな、斧でやっつけたれ。それはもう、まき姉さんしかできないですから。斧は。いや嫌ですね。なんで嫌なん？もうこれは初日と同じぐらい緊張します。ピンケーキの。はい、今日は朝奥さんに言われたんですけど、うん、僕寝てる時に、うん、寝言で、うん、ナイスでーすとか言ってるらしいんですよ。多分夢の中でも多分やってるんですよ。明らかにデュオがスクワットやってんな。もしくは千田監督の夢みたいじゃん。なるほど。あれはナイスですよ、ね、ナイスです。シャキに行ってんのかな。ちゃんにバレないように言ったのに。やばい。あっ、言わへんかった。そうですよね。だって聞こえないんだ向こうで。やばいすごい。最初の頃ノーガードで打ち合ってた2人がちゃんと壁作ってる。感動する。ねえ、あ、自分でファンとしてた。
カエちゃんの勝ちだ。カエちゃんやった。やったー、すごい。カエちゃんやった。お、奇跡惜しかった。カエちゃん決勝進出や。お、すごい、ありがとうございます。悔しい。まさかの優勝候補が。ちょっといいですか、小籔さん。ん、僕がアイちゃん見つけた時にワイダワイがあーって言ったんですけど、うん、言った。あーって。同じ緊張感で戦ってますから、もうびっくりして思って、うん、それやめてほしいな。だから諸見里も吉田がそっち見つけた時あー言うてええから。めっちゃ気が出てるやん俺。あの待機島で川部兄さんが川端兄さんをズタズタにしてます。でも川端兄さん元気出してます。体痒いみたいなやつだな。ほんまやな。負けへんで。兄さんその気持ち僕もっすよ。何や君は。どこの劇団の子や。あ、はい、アイちゃんまだうろちょろしてんか。すいません、ちょっと私一緒に行ってませんでした。そっち見てるで。見られてる。見られてるのが一番緊張しますね、なんかね。あ、そう。前田前まだ見てないで。なんで見てないんですか。誰も見てないで。なんで僕も見てないですか。ほんまに、ほんまに誰も見てないわ今。ほんまに。見てますよ、ワイダさん。やっと。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、デイさん見てくれてるんですか。見てるよ。ありがとうございます。ありがとうございます。普段な誰にも見られてないもんな、舞台でも。バレしすぎるでしょ。人前でやる仕事させてもてるんですよ今。見てないんですか誰も。そっち悩んでるな今。これ好きなんですよ僕。撮ろうかな。やめとこ。やめんのか。悩んだそれ。クワバラするみたいな。ドキドキする。うん、ドキドキしすぎてさっきから川端さん一個も喋ってないもんな。え、送りますか、パスニーさん。いや、でも、いらんこと言ってしまいそうやね。うん、わかる。あ、今の状況、まあ、いらんこと言うたらあかんで心がけるだけ偉いですね、ワイダワイと違って。いや、違うんですよ、違うんですよ、いらんこと言うたもんな。何も考えんとのんきで見てる証拠やで。普段な、乳首ひねられる側とひねる側で、どっちが上かな。ひねりましたわ。はい、今日よう僕もひねってくれたなっていう思いで戦ってます。ひねらんで始まらんねん。ワイダね。何ったんですかずっと。ヘイワイダ。避けてよ。逃げろ。なくなってるやん。あ、俺やった。間を折れよ、間を折れよ。頑張れ、ワイダ。
落ち着いて。はい。やばすごい。さすが。ランボーみたい。わあ、頑張ってください。あさあ、走れ。走れ、どこや。どこや、どこや。おっと。どこや。面白い。めっちゃ面白い。頑張れ、頑張れ、二人とも。直してる。行きました。やばい、ねじられる方が勝ちだな。はい、ねじられた方が勝ちだな。もうヘリ見つけるんじゃなかった。うん、まあ乗ってしまうんです。うん、好きですもんね、乗り物。好きやね。好きやねやな。おナイスです。ナイスですね、これは。ナイス。マジかめっちゃ不満があるから、よくやめといたって。はい、気になるな、ハワイだ。そうね、マクちゃんの外は不具合に不具合。マジでマジで不具合です。くるくる回るんですよ。右手のさ、なんていうの、スティック、あれがね、くるくる勝手に回るからね。そう、助けれないし、すごい時間かかるんです、狙うのも。釣りもできへんから、そう、やりすぎやって。すげえ。よくやりすぎ。そう。すごい。腹立つわ。え？バナナを何にも考えんと思ってたわ、今まで。アイちゃんとスッちゃんアホや思ったやろな、俺見て。ずっとバナナ持ってんやろ。色合いだ。どうやろなと思って。色合い。マキネさん、いいっすね。何すか。何やろ。あの、これか。これ、ワーフみたいなやつですか。何やろな。ナイスです。わりゃ、そういうのもあんまり言わん方がいいかもな。そうでした。あいだ。全部言うてもあいだ。わりだ、とりあえず俺がええよって言うまで喋らんとってくれるか。いや、待ってくださいよ、そんな。かわいそう、水も飲まれへんし。いや、そんな厳しいですか。水もですか。水もまだあかんやろ。いや、もう3週間経ってないから。うん、白い水しかあかんぞ。なんで僕、日常生活に影響してくるんですか、これ。ちょっと濁った水しか飲んだかん。ちょっと待ってみようか、ここで様子を。川場さん、おーって言ったけど漏れましたね、おーが。やっちゃう、惜しかったや。Ha ha ha ha!
やられた。まあ、建築も何もせへんかやられた。バタヤスの最後のやられた時の首のけそったブルドッグの顔めっちゃおもろかったけど。やられた。あ、お友達も紹介できへんかった。まあ、はい、第3戦目はおまきの勝利です。はい、おばさん、やっつけるために今日まで頑張ってきたから嬉しい。悔しいわ。悔しい。まあ、この後あの1位から3位の戦いの後、4位から6位の戦いもやりますんで。やばい、緑持ってるやん。